ルツボはアーサー・ミラーによる儀曲、セーラム魔女裁判を描き、1950年代に発生したマッカーシズムに対するアレゴリーとして受け取られた。1953年1月、ニューヨーク・シマーテーン・ベック・シアターで初演、全4幕。1957年にフランスで、1996年に米国で、それぞれ映画化された。全体の構成は、 以下の通り舞台は1692年、北米大陸北東部のマサチューセッツ州、セーラム。春まだ浅い深夜の森で、美少女アビゲールと少女たちが、黒人奴隷のティテューバと共に、全裸で踊っているのを、牧師のパリスが発見する。当時のマサチューセッツ州は、ピューリタンの信仰が厚く、そのような恥したない行為は神への冒涜とみなされていた。しかも少女たちの一人、 パリス牧師の娘のベティが意識不明となってしまう。パリス牧師はただうろたえるばかりで何も対処できない。その内村の有力者、パトナム夫妻が悪魔に取り憑かれていると言い出し、少女たちはキテューバがその悪魔を呼んだと証言。悪魔払いのヘール牧師が駆けつけるなど、村中が大騒ぎになる。そこに村の様々な問題、パトナム家とナース家を呼び、 ジャイルズ老人との抗争や、不義の関係を持ったジョン・プロクターに対するアビゲールの恋心などが、ルツボのように絡み合った結果、少女たちは村の人々を、キッテュはュ同様の魔女だとして告発していくことになる。アビゲールらは、聖女扱いされ、セーラムでは、無実の人々が、次々と逮捕、処刑されている。アビゲールとの不義からジョンと、妻、エリザベスの関係は気まずく。 さらに、パリス牧師への反発から、プロクター夫妻が教会に行かないことをヘール牧師に指摘されて、エリザベスも魔女の権威をかけられてしまう。そこへ、ジャイルズが妻が婚姻されたと駆け込む。ジョンは、告発者の一人である下女メアリーの言動から、一連の魔女騒動が、パトナムやアビゲールの陰謀であることに気づくが時すでに遅く。 役人のチーバーによってエリザベスが降院されてしまう。思い余ったジョンは森でアビゲールに会い、告発を思いとどまるよう説得するが逆にアビゲールから思いを打ち明けられてしまう。ジョンとジャイルズはヘール牧師の協力を得てハンジのダンフォースに妻の赦免を願い出る。ジャイルズは魔女騒ぎはパトナムのデッチ上げだと訴えるが、ダンフォースハンジから 証拠提供者の名前を求められる。ジャイルズは揉め事を避けるために、これを拒否したため、逆に魔女と疑われて婚印される。ジョンはアビゲールと対決するが、言い争ううちに、不義の関係を口走ってしまい、立場が悪くなる。アビゲールは不義を否定するどころか、悪魔の仕業だとして、人々を先導し、少女たちの告発によって、ジョンも魔女として降印されてしまう。 あまりにも不条理なやり方に起こったヘイル牧師は法廷を出ていく。季節は秋から冬になろうとしている。セーラムでは多くの人が入浪したため、家畜が村を彷徨い作物の収穫もできないまま混乱が続き、さすがにこの魔女裁判はおかしいと人々が気づき始める。身の危険を感じたアビゲールは失踪してしまう。このままでは暴動が起こると憂慮した。 パリス牧師とヘール牧師の説得により、ダンフォース判事は裁判の正当性と保身のため、偽りの魔女の告白をすれば、処刑はしないとジョンに持ちかける。エリザベスと心ゆくまで話をしたジョンは、最後まで否認を貫いたジャイルズの拷問死を知って、衝撃を受け、また自分が偽りの告白することは、ジャイルズや同じ死刑判決を受けた。 レベッカナースの意志を裏切ることになると悩むが、家族への愛を断ち切ることができず、団長の思いで偽りの告白をする。さらに判事に説得され供述書にも署名するが、市民にその署名を見せると聞いて、両親の著作に耐えかね、供述書を破って商用と朝日に輝く処刑団へ登ってゆく。ありがとうございます。